シップソーオンパンナーは中国南部シーサンパンナタイ族自治州、慶光市を中心に栄えた国家である。シップソーオンパンナーの建国は1180年、バヤースンカムーンが台湾族のヒランナコ高ン軍や王国の支配下にあったこの土地で赤族やタイ族との戦いに勝利し、遅延踏んでタイルー族の王を称したことを行使とする。 サンスクリット語イコールパーリ語を外来語として取り入れている、タイ族の諸国のうちでは最も北方に位置した。13世紀にモンゴル帝国が大理国を併合して以降、中国勢力と直接境を接するようになり、13世紀にモンゴル帝国がラアンナーに侵攻した際、シップソーオンパンナーはモンゴルに服属した。以後、歴代の王たちは中国王朝より、 都市の称号を受けることにより、国内や近隣諸国に対して、自身の権威づけを図った。モンゴル勢力は、1298年、支援奮に、トールサト軍民総監府を置き、シップソーンパーアンナ王にその長官職である、総監号を与えた。特に、サイード・アジャンルが、雲南開発の宣鞭をつけ、以後の発展に、ムスリムの人材が大きく寄与した。 中国で明朝が勃興すると、雲南の支配権をめぐるモンゴルの両王国と、アキラとの交渉に巻き込まれた後、1382年から、明に服属することになった。明は1384年に、チェーンフンに、車里軍民戦意意志を置き、シップソーオンパンナー王に、代々その長官職である戦意志号を授与した。かつて元の影響下にあった。 すすむね意見からは、テ和などの有能なムスリムの人材を輩出した。16世紀に、ビルマタウング王朝が成立すると、バインナウンの知性に、東方への攻勢を強め、ラーナー、ラーンサン王朝と共にシップソーンパンナーも、その支配下に入った。シップソーンパンナーでは、行政単位である、パンナーが、メコン川の東岸に6西岸に6合わせて12設定され、 これ以後、シップソーオンパンナーがこの国の故障となった。以後、シップソーオンパンナーは中国に加え、ビルマにも親族することとなった。後、シャムにも兆候があったが、シャムの王、ラーマ一世は、ビルマと中国が近いことを理由に保護ができないとした。1805年遅延前の王、カーウィラはチエンフンを攻撃したが、この時シップソーオンパンナーから逃げてきた大流族は、 シップソーンパンナーに追い返された。この頃のシップソーンパンナーは、清コンバウン王朝、ランナーの三つの国にその時の状況に応じて、徴行するという姿勢をとっていた。19世紀、列強諸国が東南アジアに勢力圏を設定した際には、シップソーンパンナーは中国の領土とされたが、その後も国王が新朝、中華民国より、 土市の称号を受けて、名目上中国に属し、内政は従前通りの体制が継続するという状態が続いた。1856年から1873年にかけてパン税の乱が起こった。1956年、中国人民政府の下で行われた社会改造により、旧来の国家組織が解体され、45代にわたって続いた王国は滅亡した。 なお、王家の聖、刀は、王を意味するタイ語、チャオ」と関連すると考えられる。ありがとうございます。